中国5000年。その歴史の中でひときわ人々の記憶に刻まれ、そして後の世に語り継がれてきた物語がある。紀元3世紀、日本は卑弥呼の時代、中国は魏、蜀、呉、3つの国が互いに覇権を競い合い、荒ぶる勇者たちが戦場を駆け巡っていた。最強武将伝三国演義。少し前までは青年は風と話した。それが彼らの流儀だった。人と話すより吹き抜ける風を捕まえ、心意気など告げたものだ。いずこへと風が訪ねる、彼方へと彼は答える。その時すでに風は青年を置き去りにしている。先回りしているから迷わずにやっておいで。疲れ果ててる頃を見計らい、声をかけてあげる。韓との戦いで勝利した曹操はその勢いで劉備を攻撃した。劉備には抵抗するだけの力はなく、南の劉表を頼って慶州の新野へと向かった。そこで劉備は全福という名の人物に出会い、彼を軍師として招いた。全福の知略によって劉備は次々と曹操軍を打ち破り、ついに繁盛を占領した。申し訳ありません、繁盛を奪われました。曹仁、勝ち負けは戦の常、これを教訓とすればよい。劉備を討ち取るなど赤子の手をひねるようなものだったのです。ところが途中から全福という軍師が劉備につきまして。全福だと？全福とは徐庶という男です。人を殺め偽名で逃亡中です。どの程度の力量なのだ？文武ともに私より上かと。ではわしが兵を率いていかねばならぬな。その必要はありません。徐庶には年老いた母親がいます。母親を人質に取ればおそらく徐庶をこちらの思うがままにできましょう。なるほど、徐庶は親孝行なのだな。何？母上から？はっ。全福殿は一体どうされた？お別れしなければなりません。なぜだ？お許しください。実は私は全福ではなく徐庶と申します。何？徐庶？名を隠した行動しておりましたので、母のことは誰も知らないと思っていたのですが、今は曹操の元で私が来るのを待っているというのです。本当によろしいのですか？徐庶は我が軍の内情を知り尽くしています。彼を曹操の元へやるなど、まるで自分の腕を切り落とした上に曹操に新しい鎧を送るようなものではありませんか？だが孫官、母と子を引き離したままにしてはおけぬ。殿、正論を言っている場合ですか？ぜひとも徐庶をお引き止めください。そうすれば曹操は徐庶の母を殺すでしょう。きっと徐庶は曹操を恨んで殿に尽くすようになるはずです。人質になっているのが自分の母でも
同じことが言えるか。曹操が言ったという言葉を私は逆にしていよう。たとえ天下の人が私を欺いても、私は天下の人を欺きはしない。劉備様、曹操のもとへ参りましても心はここにいた時と同じ。策略を授けたりはしません。うん。それでいつ帰ってくるんだ。残念ながら皆様とはここでお別れしなくてはなりません。私は京都にあっても皆様の勝利の知らせを心よりお待ちいたしております。劉備様、ある人物を推薦いたします。ある人物とは誰だ。その方の助けを得ればきっと理想とする世の中を実現できることでしょう。その人物の名前を教えてくれ。世間では我流先生と呼ばれます。諸葛亮、あざなは孔明。はっ。孔明か。どう孔明、今日劉備という将軍に君を推薦してきた。また余計なことを。師曰く、学びて優れればすなわち使えよ。君の兄上諸葛金殿も孫権のもとで力を尽くしておいでだ。なのに孔明、君は農民のために孔明党を作ったりしているだけではないか。なぜ天下の人々のため自分の力を使おうとは思わないのだ。序章、君は私をこの戦乱のように引き込むつもりなのか。え、これから。ああ、我流先生にご挨拶に行こうと思う。兄貴、今日はみんなと一緒に軽業を見る約束だっただろう。人を訪ねるのにいいと暦に出ていた。そんなものを信じているのか。暦を信じたくもなるのだ、こんな状況ではな。ん、我々はいつも曹操に苦杯を舐めさせられるが、それは一体なぜだ。我々の軍隊は曹操軍より強いし、将軍たちも皆一騎当選の勇士だ。しかしそれを指揮する頭脳が全くない。序章軍師がおいでになって確かに我が軍は変わりました。そうだ、我々が曹操に劣っているのはそこなのだ。私には伝説の太公望や長領のような軍師がいない。そのような優れた軍師がそう多くいるのでしょうか。兄貴だってこの深夜に来たばかりというわけでもないんだし、その我流先生とかいうやつが本当に軍師として優秀なら兄貴の名声を知って自分から売り込みに来てもいいはずだろうが。そうだな、ならお前は一人で狩る技を見てこい。な、そんな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
誰？ここは我流先生のお住まいでしょうか？そうといえばそうだけど、ねえ、大人なんだから子供に対してお辞儀なんかしちゃダメよ。ん？そうならそう、違うなら違うとはっきり言え。そうといえばそうなの。まったく偉そうなこと言わないでくれる？ん？どういうことだ？我流先生はご在宅かな？薬草取りに行ったわ。おう、で、いつ頃お戻りに？それがわからないの。3日後かもしれないし、1月後かも。ああ、どちらへ薬草取りに？あの山のどこかよ。では先生がお帰りになったら、菅の左将軍、義上帝侯、予習の僕、公宿の劉備が訪ねてきたと。ねえ、3人しかいないのになんで名前が4つもあるの？何でもいいから伝えればいいんだよ。ビー、それでは劉備が来ましたとだけ伝えてください。わかった、ありがとう。じゃあ、兄上、どうしました？本論の峰を冠に、長江の水で足をすすぎ。きっと我流先生だ。どう？お待ちしておりました、先生。は？私は劉備、中山西王の子孫として漢王室を再興したいと一心に考えておりますが、いかんせん軍勢は少なく力も不足しております。ここは我流先生にぜひ手助けしていただきたくお待ち申し上げておりました。天下というものは法則を持っています。別れ争った後に統一され、統一された後にまた別れ争う。人の力で救うことはできないのです。さすが我流先生、ご立派なお考えです。しかし、できなくてもやらないでいるわけにはいかないのです。私は孔明ではなく友人の最終兵というものです。あ、そうでしたか。とんだ失礼を。孔明は名声にも金にも興味のない男です。そんな孔明をあなたは説得することができますかな？それは分かりませんが、戦乱に苦しむ民のため私は全力を尽くしたいのです。お志は漢王室の再興だけにはとどまらないと。蔡先生は傑出した才能をお持ちです。どうか私にお知恵をお貸しください。このカゴの中の薬草が何かお分かりかな？それは陶器ですよ。陶器、まさに帰るべしです。なんと無礼なやつなんだ。やはり浮世を離れた賢人は違うな。我流先生はどんなお方なのだろうか。何が我流だ。いくら流でも寝ていては役に立たないではないか。いけねえ。天の竜が怒ったのだ。お前が悪口を言うから。さあ帰るぞ。やっぱり暦なんて当てになれしない。我流なんてやつを探しにはるばる遠くまで行く必要なんかなかったんじゃないのか。まったく、兄上は必死に人材を探しておられるのだ。本人に会わずに憧れてるうちが花ってもんじゃないのか。いや、言っただけの価値はあった。兄上、まったく不運を拾いに行ったみたいなもんだ。兄貴。ん？著書のおふくろさんだが、息子が曹操の手下になったと聞いて嘆き悲しんで自殺してしまったそうだ。なに、
そうか。劉備様。ん？我流先生が自宅に戻られたそうです。ああ、ではすぐに会いに伺おう。お待ちください。兄上、ようやく風邪が治ったばかりではありませんか。しかもこんな雪の降る中を。案ずることはない。遅くなってはいかん。早く我流先生にお会いしなくては。兄上。俺が思うにそいつは評判ほどの人物じゃないぜ。だから俺たちから逃げ回ってるんだよ。それに暦を見たら今日は遠くの人間に会いに行くには良くない日だそうだ。そんなに会いたいなら誰かをあそこまで呼びに行かせればいいじゃないか。能力のある人を重んじ礼を尽くすことが我々にとって大事なのだ。しかしこの大雪では馬で行くのは無理です。兄上、やはり今日は諦めましょう。では歩いていくことにしよう。出てこい諸葛亮。おい、こんな雪の降る日にまたあなたたちここに来たの？こんにちは。ああ、ダメよ、絶対にお辞儀なんかしないで。先生はお帰りになりましたが。中で読書してるわ。こっちよ。あのお耳の大きなお客様よ。我流先生。はい。この方が例の漢の左将軍、騎乗帝国与州の僕、公宿の劉備よ。兄に会いにいらっしゃったのですね。弟君。そうです。あいにく兄は今出かけておりますが。お前の兄貴はなんでいつもそうなんだ。帰ってきたばかりだと言ったじゃないか。この大雪の中一体どこへ行ったんだ。この大雪の中皆さんもいらっしゃったではないですか。ああ、それであなたは。うちの一番下の先生よね。諸葛金と申します。なるほど、そうでしたか。で、我流先生はいつ頃お帰りになるのでしょうか。兄は最終兵殿と梅を見に行きました。最低5日、長ければ2ヶ月ここには戻ってきません。それは風流ですな。では兄上に手紙を書いておきましょう。また日を改めてお尋ねいたします。わかりました、どうぞ。ありがとう。お邪魔しました。失礼します。兄がおりませんのでお引き止めはいたしません。しっけえな。駒使いの子供も無礼だな。主人も無礼だ。よさないか。あの最終兵というじいさんもなっとらん。俺たちが遠くから諸葛亮に会いに来ると分かっていて梅見なんかに連れ出しおってからに。おひげのおじさん怖いのね。ん？あアニウエ、アニウエ、おいちょっと待て。アニウエはどちら行かれたのだ。あ、沐浴中でいらっしゃいます。沐浴？みそぎをして何をしようってんだ。劉備様は我流先生をお尋ねになるとのことです。あ、本当か？
おお、関羽張飛、二人ともそんな顔して一体どうしたのだ。兄上、庭にうまい酒を用意しました。さ、どうぞ。酒なら帰ってからいただこう。今日はこれから我流先生に会いに行くのだ。兄貴、今日が何の日かまさか忘れたんじゃないよな。覚えているとも。張飛、我々が兄弟の誓いを立てた日だ。覚えてるんなら兄弟で祝わなくては。わざわざ諸葛亮に会いに行かなくても。いや、兄上、諸葛亮に対してはもう十分に礼を尽くしています。もし本当に心ある人物なら自分から訪ねてくるはずです。どうしても諸葛亮に会いたいのなら俺が縄で縛って連れてくる。もう決めている。張飛、お前は礼儀知らずだ。今日はついてこなくていいぞ。そんな、行くなら俺も一緒に行くよ。俺たち兄弟はいつも一緒だろう。お前が一緒に来ても我流先生に迷惑をかけるだけだ。俺一人だけのけ者にするなよ。兄貴の言いつけはみんな守る。それでも連れてってくれないのか。わかった、ついてこい。先生は戻られましたか。うん、先生は夕べ帰ってきたばかりよ。今は寝ているの。起こしてきましょうか。ああ、いえ、私たちはここで待たせていただきます。どちらまで行かれるんですか。ガーガーうるさいのと一緒だと大変よね。次回「最強武将伝三国演義」第18話、軍師孔明登場。いざいか、民のために。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。